ろ、目の前を置いて絶対発動するよ。まあ、後半からこの受精まずはパスを通していきました。奥野です。自分が走っていく、自ら走っていったキュビドロ、ここは捕まって、それでも7ヤードほどゲインをして、セカンドにすぐです。ここもパスプレー、中央空いていました。ここはパスキャッチ、一気に敵陣20ヤードという、そういう構えですね、はい、ランプレー中央、さあ割っていって、これはタッチダウン、最後は押し込んで決めました。ランパス織り交ぜてプレーをしています。監督です。奥野はボールを持ってこのパス取った後のタック、大きなゲイン許さない、ロングパス奥を狙っていったが、これは取りました。インターセプト、ビッグプレーが出た。その後周りを見ながら縦に上がって、いや一気に戻して、プレッシャーかけれるとね、大きなね、圧力感じる、ね、あ、そうですか。あ、ここもプレッシャーをかけていって潰していきました。いや力強さが残ります。ファーストジュニアのここはパスです。奥に投げていきましたが、あ、パスはこれはインターセプト。今度は感覚ブロック中央、さあ抜けた、さあこれもまだ抜ける、そのまま走ってエンドゾーン走り切りました。タッチダウン、ワンプレーでタッチダウンを取りました。関西学院大学追加点。ダウンスを見せるか、今度はパスプレー、さあ入っているところ奥に投げていって、あーっとボールは奪った、さあ取ったかと思ったが、逆に神戸がボールを取って大きなゲインになりました。50ヤードまでボールを運んで一気にジャンプ。立命の対戦時はこのフォースタンドギャンブルは何度も成功させてきたんですが、奥を狙ってこれはどうだ、パスはインコンプリートです。あ、そしてラッシュもかけていきます。漏れてきたところ捕まえた、いやこれは大きい、大きいですね。まあ、重責を背負うことで、まあ、成長にもつながっていくところはあると思います。ロングパス、ラッシュもこのパスはとわっとボールは取っています、はい、あよ一気にゴール前まで来ました。ボールを渡して、低いタックルに行くんですが、そのまま押し込んでいきました。タッチダウンです。持ち味を遺憾なくこの後半の頭から発揮しています。さあクォーターバックドロー、ここも判断をして右に流れて、いやー冷静です。さあ中央です、うん、あここも抜けた、そしてそのままエンドゾーン、タッチダウン、追加点出せるという、ね、可能性は出てきますよね。そしてここはコレサーが持ちます、はい、あ抜けていった、あこれはビッグゲインになる、まあ、チームとしてもここは持っていましたが潰した。今日がやっぱり滑りやすいあのコミッションの中では怪我しやすいというところがあるんですね。ここはただパスよく取りました。ナイスキャッチですね、はい、経過しました。ファーストアップです。ランプレー、うんうん、ここもうまく抜けていきます。今のを取りました。はい。まあサーダンロングです。まあここは当然パスシチュエーション。奥に投げていってこれはどうだ。これはインターセプトです。はい、さあ早く始めます。ただサーダンで距離はあまりありませんがパス。あ上を抜いていって取ったか。あ取ってますね。取ってますね。いう判断でしょうね。うん、ファーストアンテン。まあ、ここはパスで行きました。投げて、あっとこれはパスインコンプリート。そしてここで試合終了です。神戸大学終盤攻め込みましたが得点至らず、試合終わって42対0で関西学院大学から2連勝を飾りました。